はい。酒気を飲みていきたいと思います。今回は、酎ハイですね。キリンの本搾りの冬缶。これね、昔飲んだことがある気がするんだけど。まあいいか。多分1年前に多分飲んだ気がする。果汁が 10% で糖類無添加。カボツとスダチとユズとグレープフルーツ。こんだけ入ってんのか。1、2、3、4。4種類入ってるんだけど、果汁が 10% ですね。本搾りにしては少ないんじゃないでしょうかね。アルコール度数が 6%。原材料がグレープフルーツとユズとスダチとカボスとウォッカ。うん。です。のみと。うん。それではいただきたいと思いまーす。うん。乾杯。うん。柚子の香りが、かなり効いてます。期間限定の10月の21日発売となってます。うん。うん、これはすごいな。うん。柚子の香りが、ものすごい。うん。すごいですね。まあでも、本搾りシリーズって大体ね、果汁が多いのが特徴なんですけど、これは少ないですね。うん。本搾り。本搾りはグレープフルーツとレモンとオレンジが出てるんですが、どれも果汁は 28% とか 12% とか 45% とかね、非常に高いのが、すごいとこなんですが。うん。まあ、本搾り、特にレモンはすごいよね。12% 果汁使ってる、レモン果汁使ってる、チューハイっていうのは多分ないですよね。多分ね。だいたいレモンってチューハイで、だいたい 1% ぐらいしか使われてないんですよね。ほとんどのチューハイは。だから、本当にすごいです、これは。果汁とお酒だけの本搾りから、昨年大好評だった冬缶をこの冬もどうぞ。柑橘の香りをたっぷり楽しめて冬の食事に合うすっきりとした美味しさです。うん。うまい。普通にうまいけど。まあうまい。まあうまいね。ただ、カボスとすだち、と、ゆずってのがね、この三つが、いまいちどれがどれなのかが全くわかんないんですよね。ほとんど味が似てるからな。ほとんどね、味が似てるんで、よくわかんないんですよ。
うん、美味しい。でですね、この本絞りのシリーズはかなり人気がありまして、うん、ネットではかなり人気があるんですが、うん、まあ確かにね、基本的に炭酸水と果汁とウォッカしか使ってないんで。うん。だから、なんとか缶とか、香料とか着色料とか、甘味料とか、ね、酸味料とかも使ってないし、糖類も使ってないんで。うん。すごいですよね。まあ、ただ一つ言うと、本搾りのオレンジは、45% 使用してるんですけど、果汁ね。この 45% は、結局、ちょっと、ねえ、逆に微妙だと思うんです。そこまで行くんだったら、もうねえ、オレンジジュースと、ほら、ウォッカで、スクリュードライバーを作った方が、ねえ、いいわけで。わざわざ炭酸水を入れて、まあ作ってあるわけですけどね。チューハイだからね。だから逆になんか、炭酸水薄まって、なんだかなーって、うん。いう感じですけどね。二ちゃんのスレもですね、一応このキリンの本搾りが人気がありすぎて、単独スレで、もう、ね、スレッド22個目っていう、20何個目か。20スレッド以上いってますね。すごいですね。でも、レモンのチューハイって、チューハイでさ、12% も使ってるやつないよね。これがすごいと思う。12% もレモン果汁使ってるやつは多分ないですね。レモン基本的に 1% ぐらいだからね。使ってても。まあ、ほぼないでしょうな。12% も使ってるやつは。だいたいレモンって、少量でも結構酸っぱいんで、あれなんですよね。少量でこと足りるっちゃこと足りるんですよ。うん。1% とか 3% とか。そんなもんですよね。確かにね。
そんなもんでさ。まあ、ないですね。俺の大好きな、タカラの、ね。タカラの、あれなんだっけ。まあ、チューハイね。も、果汁が、これ何パーセント？タカラ。焼酎ハイボールね。焼酎ハイボールも、レモンが、何パーセント？レモンが果汁が 1.5% ですね。こんなもんですよ、大体。うん。使ってても 3% とか、そこら辺でしょうな。そんなに。まあ、使ってないとは思いますね。これは、うん、美味しい。まあ、なかなか、ゆずとかの、チューハイがないので、これは、結構、すごい、ゆずが好きな人はね、ぜひ、飲んでみてはいかがでしょうか。コク、酸、甘みはない。甘みは全然ないですね。うん。こんなもんかな。3254。で、ご視聴ありがとうございました。